国会いっぱいいますので、終盤国会の熱気がこもってますね。熱気があるかな。はい、前田さんよろしくお願いします。はい、よろしいですかね。ありがとうございます。それでは田村院長の定例記者会見を始めます。はい、よろしくお願いします。はい、私からはですね、経済財政運営と改革の基本方針2024、いわゆる骨太の方針2024の原案が昨日発表されましたので、このことについて述べておきたいと思います。今ですね、経済どうするのかというふうになればですね、この異常円安と物価高騰、ここから暮らしをどう守って日本の経済どう立て直していくのかというのが一番の焦点になるはずなのに、この骨太の方針の原案にはこれに対する分析や処方箋というものが全くない。この暮らしの危機や物価高騰で中小企業の皆さんがですね、本当に危機に直面していると、この認識が欠片も感じられない中身になっているということをですね、まず指摘しなければなりません。で、中身もですね、だから最初のところを見てもですね、例えばね、現状では物価上昇が賃金上昇を上回る中で、消費は力強さを欠いており、また、海外経済の下振れによるリスク等も残っているが、今後は景気の緩やかな回復が続く中で、賃金上昇が物価上昇を上回っていくことが期待されると、これ、何ですか。自然現象で景気がこの先良くなっていくとでも言うのかというほどのひどい中身、どこが骨太なのか、何ら処方箋を示せない、中身になっているじゃないかということをまず述べておきたいと思います。で、具体的な政策、いろいろ述べているんですけれどもね、一番今問われているのは、確かに物価上昇を上回る賃上げどうするのかということですが、その賃上げ策もリスキリングだと、あるいは雇用維持から労働移動だと、これずっとやってきたことなんですよね。やってきたこと、リスキリング、これスキルがない労働者が低賃金の自己責任を負わせているようなものですよね。労働者のせいなのかと。で、しかもそのこうやって非正規を増やしですね、雇用維持から流動化といって非正規を増やし、コストカット型をやり、これが失われた30年のもたらした要因であるのに、まだその政策を続けようというのかという中身になっていると思います。また社会保障についても結局ですね、全世代型この改革をやるんだということを是認しているだけであって、これまたですね、年金制度を不安にし、医療介護を本当に高齢者に負担を負わせて、いわゆるその現役引退した後の暮らしっていうのが本当に不安になっているわけですよね。で、実は高齢者貧困に陥れられているわけですよ。この政策を進めてきたこともまた失われた30年の要因ですから、本当にこの政策からの転換が必要、この骨太の政策からの転換が必要ということがいよいよ明確になっているのではないかというふうに思います。私たちは対案としての経済再生プラン掲げていますけれども、いよいよこの実体経済を良くしてというですね、暮らし、それから社会保障、あるいは教育、ここを充実させることで実体経済を良くしていくと、賃上げは中小企業への直接支援と、やはりこの方向がいよいよ、ね、求められているということが明らかになっていると思います。私からは以上です。はい、どうぞ。日本テレビの倉本です。今日午前に国会館で19日に党首討論が行われることで合意されたと思います。この、党首討論を行うにあたって、何度か田村院長からも言葉があります、以前の会見などでありましたが、改めて党首討論でどのような議論をしていきたいのか、何か意気込みなどがありましたら伺います。本当に今述べたことも含めてなんですけど、課題が山積みすぎましてね、今本当に鋭意
検討中なんですが、45分という、ね、時間が妥当ですかと、これだけ国政上の問題が山積みになっていてですね、で党首討論が今国会でたった1回やっと開かれると、もう何年も開かれてなくてやっと行われると、それで45分ですかっていうことを始まる前にまず提起したいと思います。もっと時間が必要だと、しっかり討論しようじゃないかということを岸田首相には呼びかけたいと思います。はい、はい、どうぞ。北海道新聞の鶴澤と申します。はい、この間、政治資金規正法の改正の議論が参議院の特別委員会でも行われています。はい、改めてになりますけれども、飲食店のこの法案、今の抜け穴だったりとか、さまざま指摘されていますけれども、この問題点がどういったところがあるとお考えだと思いますか。はい、今日も、参議院で政治改革特別委員会開かれて議論はされています。で先週ですね、衆議院を通過した、まあ、自民党そして公明維新で作ったあの法案がですね、まあ国民からこれではダメだ、そういうことが週末もあるいは週明けも世論調査でもですね、はっきり示されているもとで参議院での審議になりました。で一番ね、参議院での審議で違うところは、私たち日本共産党が企業団体献金の全面的な禁止と、パーティー券の購入含めて企業団体献金の全面的禁止と、そして政党助成金の廃止という、この真の政治改革の法案を対案として出している。ここはですね、参議院での審議の最大の特徴だというふうに思います。今日も先ほど我が党の井上議員のですね、まあ、我が党案の提出者であります井上議員の質問を私も先ほどまで聞いていたんですけれども、例えばね、政策活動費の公開10年後、まあ、10年後ということさえ法案には書かれていないですけれども、この問題でもそのやっぱり有権者から見ればですね、自分が一票を投じたその政治家がどういうお金の使い方をしているのかというチェックをすると、これがですね、次の選挙の時にさえできないわけですよ。参議院の6年任期の中でさえできないんですよ。それでいいのかっていうことも厳しく指摘をしました。何ですか、政党の都合で行きつけの店を張り込まれたら困るからみたいな答弁があったようですけれども、領収書を公開するとその行きつけの店が分かってしまうと、そこに張り込まれたら困ると、こんなね、政党のどうしようもない理由でですね、領収書公開をしないのかと、つまり使い道を隠していい政策活動費を温存するのかということが、参議院の審議の中でますます明らかになってきたと思うんですね。で衆議院はこんなんじゃダメだろうっていう審議だったんだけど、こっちに政治改革の道があるだろうという私たちの案がある。ここを大いに、これ諦めずにですね、今から本当にこっちが本当の政治改革でしょということを国民の皆さんにも呼びかけ、野党の皆さんにも呼びかけですね、やはり政治、企業団体献金の全面禁止、少なくともこの法案は通そうよということで頑張っていきたいと思います。はい、もう一点、今日ね、朝日新聞さんも書いていただきましたけど、本当に解約なんですよ、今の政策活動費も含めて、衆議院から送られてきた法案は、政策活動費というものを、法律に書き込んだという解約ですし、それから透明性をむしろ後退させると、私たちの案の中には、その政治資金 の, その報告書ですね、その用紙という形で、用紙といってもほとんど中身が分かるものなんですけれど、これ、官報だけでなく、官報は政党が国に、提出した政治資金の報告書が載ってますだけでなく、都道府県でも広報で載せることによって、これ、遡って政治資金収支報告書が国民がチェックできるようにしようじゃないかというのが私たちの法案の中には盛り込まれてるんですね。ところが自民党の方には官報を廃止するということが書かれてるわけですよ。今遡って調べることができるものを遡って調べることをできなくさせると。だから衆議院でまとめて送ってきた自民公明維新案というのは改悪案なんです。この改悪案と
共産党案の対決と、企業団体献金全面禁止案の対決と、どっちが国民の、期待に応える、要求に応える法案かは明らかですので、この対決点明確にして、もう一度言います、企業団体献金禁止法案を可決させようじゃないかということです。はい、じゃあいいです。はい、この今審議されている改正案なんですけれども、まあ、衆議院で賛成した維新、公明党からのですね、参議院の審議で、まあ、その政策活動費と詳細な制度設計かなというのが指摘されている状況です。この検証についてはどのように見ていらっしゃいますか。もともと衆議院でのですね、このバタバタの修正ですね、完全に密室でやったわけですよ。で、維新が何ですか、その合意したことと違うとか言ってますけどね、私たちにしてみたら何が合意されたか全くわからないんですね。そういうのなら一体何を合意したのか。維新は 100% 自分たちの案を丸呑みしたっていうふうに代表が言われたわけですから、一体どういう協議して何を 100% 飲んでもらったんですかと、これまず明らかにしてくださいよということを言いたいと思いますね。はい、どうぞ。朝日新聞です。はい、東京都知事選挙で、今日は小池百合子都知事が午後に立候補を表明して、はい、まあ、小池都知事に関しては自民党公明が支援するというような一方は蓮舫さんの割と立憲を離党して、俺は立憲や共産党があるいはその他の野党が支援する形になっています。でこの都知事選がですね、まあ、国政に、まあ、こういう構図になって、まあ、その後、まあ、その国政に与える影響というのはどういうふうに。はい、まず都知事選挙、小池、都知事の、出馬表明ということで、本当にまずね、この都知事選挙が対決構図が明確になったということだと思います。まあ、自民党政治そのものの小池都政、そして自民党、公明党の国の政治と、ここに対する審判をこの都知事選挙で下していくという選挙になっていくわけですね。その時に蓮舫さんが、無所属で立候補し、これが候補者選定委員会も経てですね、市民と野党の共闘の候補者ということが明確になったわけですから、この、自民党政治そのものを緑を削る、暮らしはそっちのけと、こういう都政をですね、大きく切り替えるということがまず問われていきますし、その流れは当然に自民党政治を終わらせるという、国政の選挙に大きな影響を及ぼしていくだろうと、国政そのものに大きな影響を及ぼしていくことになると、全力で、勝利目指して頑張っていきたいと思います。ちょっと話題が変わるんですが、ね、はい、今日朝のジェンダーギャップ指数の公表されたらご存知ですか。ニュースになってましたっけ、ジェンダーギャップ指数。ちょっと見落としてました。毎年公表されてるので、146カ国中、政治分野で118位となりました。で、G7 の中で最下位ということで、まあ、もうね、不動の最下位ですね。はい、まあ、まずこの現状について考えを受けたものを教えてください。私たちこのジェンダーギャップ指数という時にですね、その順位もそうなんですけれども、その指数自体にほとんど変化がないんですよね。日本は他の国というのは改善してるんですよ。指数は、男性を1としたときに女性がどれぐらいかって、日本はずっとその 0.6 というあたりの数値でほとんど変動なし。今回どうだったんでしょうね。多分ほとんど変動、去年 66.3%、はい、1.6 ポイント。まあ、これはね、もう変化と言いようがない、変化してないというふうにしか言いようがないんですよね。ここが異常なんですよ。異常なんですね。で、これまでなぜこういう異常が続いているのかということで、政治の課題にジェンダー平等が中心課題になってないということを指摘 し続けてきました。で、今市民的社会的には中心課題なんですよ。政治の中心課題になってるんですよ。選択的夫婦別姓もそうですし、
それからその男女賃金格差の問題もありますし、今年ね、春闘の中で戦って手当勝ち取った女性労働者もいますよね。男性には手当があるのに、女性の多い働き方、非正規の働き方にはないと、これで勝ち取ってる、こういうことがものすごく注目されて、市民的にはまた国会の中でも多くの政党の中では中心的課題になっている。なってないのは自民党なんですよ、相も変わらず。やっぱり自民党政治を終わらせるしかないなとつくづく思います。それこそが日本のこのジェンダーギャップ指数を大きく改善させていく大きな道になっていくなということを改めて思いますね、はい。女性候補がやっぱ全体的に増えてないということは言えるかと思うんですが、共産党団体で見ると女性候補の割合が高いと、はい、思います。その政治全体としてその女性候補を増やすための方法、あるいはその共産党がなぜそれだけ女性候補が多いのかという、なんか取り組んでいる取り組みがあれば教えてください。これは政治分野における男女共同参画基本法ですか、が議員立法で作られて、これが国政選挙において、候補者数を、男女均衡と、これは私たちは男女同数っていうことを政党に努力義務を課した法案だと、法律だというふうに捉えています。ですからね、その要はね、政党自身がこのジェンダー平等というのをこの国政上の中心課題に据えてるかっていうことなんですよね。やはりこれだけジェンダー平等が立ち遅れている、そして差別されている側、これは女性であり、あるいは性的少数の方々ですよね。そういう側に立ったその人たちの声をきちんと代弁する人が必要ですね。特に女性はやっぱり議員の中にこれだけ少なければ当然当事者として増やさなければならないですよねと。それはジェンダー平等という政策を中心的課題に据えれば当たり前のことなんですよ。私たちはここにこの議員立法ができたときにも向き合いました。だからこの法律ができてすぐの、確か参議院選挙だったと思います、ここで、男女同数になるようにという努力をしてきました。今もその努力のまだ過程ではありますけどね、比例では男女同数というか女性の比率の方が高いんですけど、小選挙区まで入れるともう少し努力が求められているので頑張っていきたいところなんですけどもね、とにかくね、そういうふうに中心課題に据えてるかどうかなんですよ、政党が。自民党はそこが本気でないから、まあ、批判されているので女性をそこそこ立てて、女性だったら勝てるっていうようなね、戦略的な位置づけもするなどはしてるようにも見受けられるんですけれども、一番はジェンダー平等を進めるつもりがありますかと、そこの基本姿勢が政党に問われているんだと思います。はい、田村委員長も女性として政治に参加したわけですけど、その女性が政治に参加するハードルみたいなのが今も残ってるのかなと思うんですが、ご自身感じられたことってあったりしますか？もちろんね、そもそも社会全体が非常にジェンダーギャップが大きくて、特に家庭的責任が女性に重く担わされているという現状があるので、そのことが当然候補者活動や女性が議会活動する上での重荷になっているというのが実態としてあります。ただね、その時のね、捉え方で、だから女性の議員や候補者が必要なんですよ。この間、国会の中で超党派で行われた議論っていうのはね、そのハードルの重さから、だから国会でいろんなことやらなくちゃいけないねと、これまでと違うことやらなくちゃいけないねと、国会の中にいろんな課題があるから、それが進まないから女性を増やすことができないんだという、逆転した議論になってるんですよ。そういうことがクリアになってないから仕方がない、そこをその大変になっている問題を解決してから女性が増えていくんだと、私は違うと思うんですよ。やっぱり女性を増やすっていうふうに位置づけたときに、もう即課題が解決が求められていくわけですから、増やしもしないでおいて、課題があるんだ、課題があるんだ、これを課題を解決していかなくちゃいけないんだって言って先送りしてるんですよ、事実上、自民党の議論など見てると。それ違うでしょということを言いたいですね。はい、どうぞ。
フランス店の及川です、はい、降って湧いたように、維新の会の代表の馬場氏が、昨日、3回目のいわゆる都構想、はいはい、大阪市解体特別区設置法、はい、に、まあ、チャレンジ臨むということを言ってますが、2回否決されてた上でさらに3回目やろうとしていることについてどうお考えでしょうか。はい、おっしゃる通り、今指摘あった通り、大阪市民はですね、もう大阪市をなくすという大阪都構想については2度にわたってノーをもう結論出しているんですね。この民意をなぜないがしろにするのか。でしかも大阪の維新は大阪の市議会もそれから大阪の府議会もですね、本当に議員の数減らしてですよ、もう小選挙区のようにしていって、で維新圧勝という形を作って、いわばその民意を議会の中に反映させない、反映させないというようなこともやってきました。だからこれらを考えると、本当に民意民主主義ということに対してあまりにも軽んじているのではないのかなと、今回の発言もということを指摘したいと思いますね。それにやはり2回目のね、都構想の投票もコロナの真っ只中でやったわけですよ。新型コロナで本当に大変な中で押し付けてきた投票だったんですね。で今も大阪は万博どうなるんだと、ガス爆発するような万博会場でね、どうするんだってことが問われていますよね。だから本当に今大阪で問われていることを理解されていない発言だなということも含めて、ちょっと許しがたい発言だというふうに思います。ありがとうございます。はい。はい。宮島です。今日の赤旗の長官でも立派なやっぱり調査報道が行われて、まあ、いわゆるニトリが、はい、とにかく2022年のね、就職証どこまでよく調べて27水残体かな、そこに3600万と。で岸田さんに至ってはこの1年間に4と8と12月に、ね、上限の150万で3回も交わしてる。それはこれ本当に調査報道だと思うんですよ。いっぱいあると思うんですよ。本当に思うんですよ、私はね。で先ほどおっしゃってたけど、これは本来ね、もうこの時点だったらオンライン化されたら赤色にして縦横やったらね、まあ、この会社がどこにこれだけ金出してると、それはパッと分かるようにするのが当たり前だから、でその苦労をずっとね、共産党はやってきたわけだから、逆にオンライン化させてね、まあ、製薬メーカーなんかどこからどこに金払ったかってパッとしたのが出てくるんですよ。今どこの先生にこれだけ払ったとかね、だからそういう世の中にするのがっていうんですけど、なんか先ほどのお話聞いてるとあんまりオンラインするのは良くないというか、そんな感じなんですか。いやいや違いました。別にオンライン化は全然否定してないんですよ。オンライン化は否定してないです。ただ今その官報とか広報の中に記載されているわけなんですね。そうですよね。でこれをなぜ廃止してしまうのかってことなんですよ。それをオンライン化すればいいだけのことじゃないですか。あ、官報広報、官報の役のその数字もオンラインにして、その数字入れたら縦横で引けるようになるだけのことだから、それはまた全然別の話じゃないですか。紙の部分をどうするかっていうことと、だから機能としてその残っているやつをどういうか、今の新聞でもみんな昔紙だけだったけどオンラインなんて引けるようになってるわけですよね。だからそれはあんまり問題じゃなくて、オンライン化してそれ全部機能として縦横やったら、どの先生がどこから金どこだけ出してるかっていうのを明らかにする、もうそれだけでまず国民が見れるようにすることが、僕はもう政治と金の問題の根本はそこなんだと思ってるんですけど、問題はですね、私たちが問題にしてるのは遡りなんですよね。遡り、やっぱ今のだと3年で消えちゃうんですよ、彼らが出してきている法案だと。でも図書館とかなんかあるでしょ、基本的にないんですか。あ、それは官報として残ってるんですね、うん、紙のものとして、うんうん、で紙がそのままオンラインで読めるようにもなってるんですよ、うん、紙がそのままインターネットで読めるようにもなってます、うん、ですからそのとにかく私オンラインでも電子化でも紙でもどちらでもとにかく遡ってきっちり見えるようにすることが必要でしょうという提起です。検索してそれをこう出てくるような形にすることが今の問題で、そうじゃないとダメなんじゃないですか。まあそこまでのものにするとなるとなかなか時間かかりますよね、きっとね、今のやり方だとね。
まあ、ある程度ね、10年、まあでも、まあ、要するに共産党さんが一生懸命、我々がやってないからなんだけど、これに努力してね、苦労してやってるようなことを国民が普通にやれるようにするのが一番の政治と金の問題じゃないかと思ってるんですけどね。うん、まあ、私自身もオンライン上で例えば岸田さん あのパーティー収入はオンラインでもすぐ検索できますから今もで、オンラインですぐに検索できるものでこう見るんですけれど、これがきちんとそのまま広報に載っていれば同じようにインターネットで遡ってずっと調べることができるわけですよね。だから赤旗がその遡りをやって控訴時効の5年までを出してる。だけどもっと遡ることができるわけですよ、現状で官報に残っているものはね。それを廃止することに反対しているということであって、オンライン化に反対だと言っているのではないんですよ。あとそういうね、頑張ってる方が、まあ、やっぱり景気にあって、今日の方でも日曜版をね930円から960円にする、990円、今新聞見たらだいたい 15% から 20% 上げてますけど、60円ぐらい上げたことでね、本当にやっていけるんです。要するにそこのところはね、すごい心配なんですけどね、990円で抑えとかなくちゃいけない理由がどこにあるのかなと思うんですけどね。はい、今、新聞赤旗日曜版の値上げ、今日、新聞赤旗の日刊紙の方で報道しているんですけれども、930円から990円という60円の値上げを発表しました。ご心配いただいてありがとうございます。本当にね、物価高騰、インク代、輸送代含めて皆さんも新聞各社の皆さん本当によくわかると思うんですけれども、私たちもその打撃を受けています。ですけれども、やはりね、物価高騰は暮らしも直撃していますので、本当にね、そういう中で値上げをお願いするということについては、私たちは申し訳ないって思いがまずあるんですよ。本当に大変な中でこの新聞赤旗を読んでいただいている読者の皆さんにね、赤旗も値上げなのかということになりますから。けどですけれども、990円とその価格以上の魅力とね、力を発揮する紙面改革も行おうじゃないかということも打ち出して、この値上げを行うことにしました。で、今ご心配いただいてありがとうございます。ご心配いただいている皆さんにはぜひ広くご購読いただき、またご購読をですね、広げてもいただいて、この調査能力抜群の赤旗の発行をぜひ支えていただきたいと、私からも心からお願いをしたいというふうに思います。そういうね、著名人の方から のエールもたくさん届いています。ですから今ね、990円だけで大丈夫かというお声だったんですが、ここで頑張りますので、多くの方に支えていただきたいと思います。はい、はい、予備質問の前です。はい、都知事選について、まあ、蓮舫さんの方から推薦依頼とかないかと、ないということだと思うんですけれども、政党として推薦支援とかで決定することは、今後お考えでしょうか。今、蓮舫さんは無所属でと、そして応援いただける、まさにオール東京で戦っていきたいということですから、もうそれで市民と野党の共闘、明確になっていますのでね。全力支援、全力で応援するということで、もう明確になっているので、はい、ということだと思います。はい。全力で応援するという具体的なことを教えてください。例えば、田村委員長が蓮舫さんと並んで外線に出るとか、そういったことはあり得るわけですか。これは今後協議です。私も全力で応援していきます。はい。蓮舫さんは、あるいは小池都知事は自民党の支援というのが、まあ、受けると逆効果になるということで、まあ、自民党の党派色を消そうという戦略もあろうかと思いますけれども、共産党として、その蓮舫さんの支援で何かその党派色を出す、むしろ出していくとか出さないとか、そこら辺の最終加減みたいなことを聞くと、今だから応援しようというその政党や団体や市民の方がどんどん名乗りを上げてるわけですよね。これが大切だと思うんですよ。正々堂々と我が党は応援します、これこそが対決構図が明確になっていくのではないでしょうか。むしろ小池都知事が都議会でも自民党に支えられ、そういう状態の下でね、自民党各種をやるというのは
あの、ね、自民党の側は支援すると言っているのに、いやいやっていうのは、それは、ね、いかがなものかと思いますね。はい、はい、よろしいでしょうか。どうぞ。そうするとですね、まあ、あの市民と野党という、ことがよく言われますけど、この市民というのはですね、はっきり言って自民党が好きな人も市民なんですよね。ですからここに例えばですね、きちんとして共産党が好きな市民と野党連合という形にしてもらわないとですね、我々は市民が支持している、市民というのはですね、野党だけを支持しているわけじゃないですよね。そこをね、はっきりしてもらいたいと思うんですよ。でですね、全力で応援すると言ったらですね、まあ、今まで蓮舫さんの外選というのは2回で、そこにまあ共産党さんの影があるかどうかというのを私一生懸命ウォッチングしていたんです。それはないんですけども、ですから今後ですね、始まってから木曜日からですね、田村さんが蓮舫さんの横に立っているとかですね、そういったことはあり得るわけでしょうか。ですからそれは協議中ということです。それで市民と野党の共闘っていうのはもともとね、今回の都知事選挙で言えば小池都政を変えたい市民と野党の共闘、当たり前のことなんですけれども、あの国政でも自民党政治がもう嫌だという人たち、そういう市民と野党の共闘ですよ。で今もこの間 の地方選挙を見てみればですね、自民党の支持層も崩れてるわけですよ。自民党の支持層が、あるいはあの報道されている通り、自民党の皆さんが車座っていってね、各地 の党の、支持者や党員の方を集めた中でも、もういい加減にしてくれっていう声がどんどん出てくるわけではないですか。そう考えると、今の自民党では本当にダメだっていう方は、これまでの自民党支持層の中にも相当数おられるのではないかと。そういう今の政治ではダメだという市民と野党が一緒に力を合わせると。気持ちよく共闘してこの選挙を勝ち抜いていこうということです。はい、はい、ありがとうございました。では以上で終わります。ありがとうございました。酸欠状態にならなかったですね。あ、大丈夫です。つい力ないと国会最終